巨人開幕戦でいきなり小童の自己犠牲炸裂。小童の代役でスタメンに抜擢された梶谷が大活躍だった模様。これぞ阿部野球。小童に求めてたもの三振かホームラン。昨日の梶谷4打数1安打1本塁打2打点2三振。守備も良かった。あのファインプレイも小童じゃ無理だったな。サンキュー小童。ちゃんとホームランか三振なのくさ。首脳陣もファンも俺を見たくないみたいだぜや。感動巨編。小童は対談でキャッキャしてたアンチ巨人は何を思うのだろう。巨人ファンのほとんどが小童はいなくなってむしろ強くなったって思ってたからな。小童の放出が最大の補強。外野の競争を活性化させて役目を終えたら去る成人。梶谷の守備確かにすごかったけど開幕戦でああいうの見せられると打撃より守備重視の作戦選ぶことが増えちゃいそうな。しょぼいプライドのおかげの勝利。あの守備なかったら負けてた。